こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、またしてもジャングルで突然変異が見つかりませんでした。もうジャングルなんて知りません。やっぱり初志貫徹が大切なんですよ。比較的にはメサの中で突然変異でない3種類のバイオームさえ見つかればいいわけです。で、本当は見つけたくて仕方がないのよね。さてバイオーム表ですが、比較的には四角形の印がついたメサ3種類のバイオームを残すのみです。地図の方は40枚目の半分ほどまで広がりました。ここ最近6枚連続で砂漠が見つかってないです。ちょっとウィキを見てみたら、マイクラはバイオームごとに気温が設定されていて、メサは砂漠と同じ気温になってます。つまり砂漠が見つかればメサがあるんですよ。メサが見つからないのは砂漠のせいってことね。さて、俊敏な動きでいつものように穴を回避したところで、モコモコした面白そうな地形を見つけました。まあテリーのことだし、どうせトンネルにしか目が向いてないわよね。いや、私は気づいたんです。のんびり道草していると企画がいつまでも終わらないと。なので、ここはあえてトンネルスルーです。たまにやたらやる気が出るのよね。どうせすぐしぼむけど。おお、土と石との混合でわかりにくくしてますが、数字の1じゃないですか。メサの発見数と無限の隔たりがある数字ね。1の向こうには、噴煙が風で流されている山が見えます。今は風が左向きに吹いているのね。うおお、マジ危ない、ほんと危ない。実はまだこの地図でも穴に落ちてないんですよ。今は、医療達成に連続がかかっている大事な体なんです。やる気出ちゃったせいでコンマ何秒か反応が早くなっているのかしら。さて、地図の方は北西側にも海があるようです。ちょっと船出しますね。船出して30秒にも満たないところなのですが、船が岸壁に激突しました。位置ずれ発生が早いです。相変わらずの低スペックね。いえ、低スペックというのは前の企画で使ってたパソコンのことを言うんです。こんな遠くまで眺められるこのパソコンは劣気とした中スペックです。なんか今棒が何かしてましたがスルーします。それから1分ほど進んだところで海上のウィッチの小屋発見です。見た感じはウィッチは湧いていないようですね。早速植木鉢を頂戴しにお邪魔させていただきます。海上の小屋は侵入しづらいんですよね。足場を敷くのに一手間かかって面倒なんですよ。うわー、出たアルスじゃなかったんですか。うげー、全然予期してなかったです。うわ、さっき投げられたの毒ですか。これちょっと焦ります。やばいです。おーおー、泳ぎながら弓を放つとか不慣れな立ち回りでした。もう一度やれと言われても厳しかったかも。ドロップは上から見ても全然わからない何かを2つゲットです。で、ハートの残りがやばい。マジ死ぬ。今気づきましたが、もう一体はいたら死ぬんじゃないでしょうか。盗賊の最後って誰にも見取られずに孤独にのたれ死ぬのが似合うわよね。いや、いつの間に夜が更けてきてるし、シャレにならない状況です。とりあえず金の人参食べましたけど、ウィッチは昼でも木陰の隙間で湧きそうで怖いです。あ、最後の太陽がウィッチの小屋の後ろに沈んでいくのがとても綺麗よ。早く日が沈まないとベッド使えないのですが、そもそもベッド使って大丈夫ですよね。よし、おやすみなさいします。無事に起きられるといいわね。さて、無事に次の日を迎えられたので、経験値を取りに潜ったのですが、ウィッチの小屋の足場がすごく伸びてました。縦に。それにしても、まさか植木鉢一つのためにこんなに危ない橋を渡るとは思いませんでした。もし植木鉢一つのために死んでたら泣くに泣けないわね。
ので、結局今調べた海はすごく狭くて、ちょっとやる気の出花をくじかれました。うお、今一瞬ちらっと鉄が見えた。まさかこんなところで露出している鉄に出会えるなんて、天の恵みじゃないですか。どちらかというと地の恵みよね。まあともかく9個も鉄鉱石をゲットです。これで地図2枚は作れますよ。うお、ラグった。というか、なんかお前は猫か状態です。自分で爪をとぐらばって案外賢いと思うわよ。どうやら研ぎ終わったようです。うわっと、まあこのくらい余裕があるのならまず落ちないんですけどね。一瞬ドキッとなるだけです。と、なんか先ほどのウィッチ戦で気が高ぶっている感じです。若干ながら普段と違う異常行動が見受けられるわよ。お、なんだかおとなしい犬っぽいですね。島一つ丸ごと使って表現するとはなかなか見事です。さらに3分進んだところで、今度は棒を見つけました。太陽が眩しいです。ただ、近づいて別角度から見てみたら棒じゃないですね。なんとも残念な棒でした。ふおー、トンネルじゃないですか。しかも周囲には花が飾られてまるで私を歓迎しているかのようです。いや、初志貫徹でスルーと行きたいところだったのですが、ここでさらにラグ発生の追い打ち。10秒ほどの考慮時間が与えられました。ここまで用意周到では、さすがの私ももう腹くくってくぐるしかないです。ゲーム開始直後にあった企画を推し進めるやる気はどこへ飛んでいっちゃったのかしら。ふおー、くぐった先には溶岩とか落とし穴とか。よっと、うわぁなんか深そうだし。それから3分進んだところで峡谷に阻まれました。いや、阻まれてないですね。さらに1分も進まないうちにまた峡谷です。こういう感じで一部しか露出してない峡谷が一番おっかないんですよ。そして、久々に村を見つけました。今度こそ不足気味の鉄を用意してくれているのでしょう。ぼちぼち人参も回収したいところです。あや、井戸の上に豚が湧いてます。しかも3匹の豚。やっぱり狼に襲われて井戸の上に逃げたのかしらね。よっと、ラバの耳が邪魔ではっきり見えませんでした。まあいいです。さてそれでは鍛冶屋さんを探しに、と。あれ?なんかもうない気がしているんですけど。やっぱり鍛冶屋がないじゃないですか。やたら村探索が早く終わるし。肝心なのは、この村には教会しか家が建ってないということじゃないの。どうやら地上に出てから122時間のプレイで、ついに最もかそった村を発見してしまったようです。メサを探していたら、こんなのを発見してしまいました。どうしよう。どうもしなくていいわよ。まず村を眺めてみて、そしてメサ探しを再開するだけ。しかし、本当に周囲には何もないですね。この教会の一軒だけです。周囲にいるのは豚さんばかりね。多分あの豚さんたちはここのたった一人の村人を仲間だと思ってるわよ。そういえば村人はどこへ?あ、豚と戯れてます。そうやってたった一人の寂しさを紛らわせていたのでしょう。よし、せっかくなので何か取引でもしてあげましょうか。ダメージ増加2と耐久力2ですか。いりません。さすがに微妙なエンチャントだわね。さて、地図40枚目にして最下層村が更新されたので、キリがいいので今回はここまでです。次回は特に何事もなければ41枚目を埋め終わるあたりまで進める所存です。まあ、思惑通りに進むことはあまりないわね。それではまたね。バイバイ。